山田店長のどうでもいい話です。ってことで今日のテーマはレーザーディスクです。レーザーディスクってことで、山田店長レーザーディスク大好きですっていうか、そもそも昔のおっさんなんで、やっぱこのデカさですね。この何ていうかな、コレクション性がすっごいいいんですよ。大好きなんですね。でまあ、昔から集めてるんで、まあ、こんな感じに未知との遭遇とかですね、まあ、エイリアンとかですね、こう集めております。でとか言ってますけど、レーザーディスクじゃなくて本当最初買ったのがですね、何だったっけ、 LDH やったかな、 HDL、 もうなんかガチャンって入れて、ガチャンって引き抜くやつ。もうこれおじさんしか、40代以上のおじさんしか多分分かんないと思うんですけど、後で調べてきます。それがもともと持ってたんですね。でレーザーディスクの方がすごい種類が多く、いっぱいソフトが出てたんで、クソーと思いつつですね、横目で見ながらそのガチャンを買ってたんですけど途中で買いました。やっぱりパイオニアのレーザーディスクの本体がすごい安くなった時に一気に買えて、もううわーって買った思い出があります。ってことで、いまだにこれやっぱ買っちゃうんですね。よくよく考えたら、僕最初はやっぱ VHS じゃなくてベータ買ってたし、ファミコンじゃなくてマーク3買ってたんですね、やっぱ。ハードが好きな山田店長でした。ほんとどうでもよくてすいません。あ、そうそう。ちなみに、エイリアンの最後のシーンのリプリー。の下着姿がちょっとエロかったと思った中学生でした。以上です。マジだ、マジで出てた、いった、敵が来た。